こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアワッド、フローレンスベリー。この馬も好スタートを切りました。シックススピン前に行きそうです。アワッド、それに続いています。さらにはソロフレンド、1番フローレンスベリー、その後ろレイントラップ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。アワッド先手を取りました。その外にバブルプリディ、その隣にサーストンサマー、内からはフローレンスベリー、その外からオフサイドトラップ、その外にソロフレンド、並んで3番ノーザンスパー、デアリングトリップ、この馬もこのグループ、マスターサマンサ、すぐ後ろ最後方にレイントラップ。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはバブルプリディ、7番サクラローレル、2番手を追走していますレギュラーエリザベス、すぐ後ろ赤の帽子サーストンサマー、その後ろその隣にフローレンスベリー、並んで5番アメリカンサミット、シックススピン、それに続いています。その隣にデアリングトリック、その横にマスターサマンサ、しんがりからレイントラップ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はバブルプリディ、まだ粘っています。2番手はサクラローレル、絶好の手応えです。アワッド、3番手サクラローレル、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バブルプリディ先頭、アワッド先頭、2番手はオフサイドトラップ、残り 200m、 先頭はオフサイドトラップ、残り 100m、 オフサイドトラップ、先頭サクラローレル追いすがります。オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、1着2着にはどうやらサクラローレル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が行くでしょうか。クリス・ザ・プリテンダー前に行きそうです。前のトップガン、それに続いています。さらにはジャック・マリー、15番ミルフォード・メール、その後ろ。では前の方から見てみましょう。クリス・ザ・プリテンダー先手を取りました。9番前のトップガン、2番手を追走、もう一度先頭から。先手を取ったのはクリス・ザ・プリテンダー、9番前のトップガン、2番手を追走。これに続いてアイランドウルフ、その外からリトルサニー、その後ろにアヌス・ミラビリス、その外からジャック・マリー、その外にミルフォード・メール、並んで13番セルティック・スイング、サクセス・ストーリー、この馬もこのグループ、ウィニング・エルフ、すぐ後ろ内からはクリア・グレース、緑の帽子ジェザビール、その後ろすぐ隣にサンセット・アート。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。先手を取ったのは前のトップガン、クリス・ザ・プリテンダー、すぐ後ろ間が空いてミルフォード・メール、その隣にジャック・マリー、その横にアイランド・ウルフ、リトル・サニー、すぐ後ろその外にウィニング・エルフ、並んで16番サクセス・ストーリー、アヌス・ミラビリス、この馬もこのグループ、すぐ隣にウィング・ドラブ、すぐ後ろにセルティック・スイング。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここでクリス・ザ・プリテンダー先頭に変わりました。2番手は前のトップガン、絶好の手応えです。間を挟んでサクセス・ストーリー、3番手残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った。前のトップガン残り 200m、 一気に後続がやってきた。セルティックスイング、いい手応え、一気にセルティックスイング、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 1着2着にはどうやら前のトップガン、セルティックスイング強い。これで2カ国のダービーを制覇。ヨーロッパ最強の3歳はこの馬で決まりでしょう。
こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ブロードメーカー、前に行きそうです。チェリーパーティー、それに続いています。さらにはノースウォード、5番ミュージックシンデレラ、その後ろ後方に控えたのがミスティーハッピー。では前の方から見てみましょう。ブロードメーカー先手を取りました。大きく離れました。チェリーパーティー、その隣にミュージックシンデレラ、ステージチャンプ、好位をキープ。カーネギー、それに続いています。ノースウォード、すぐ後ろ並んで11番、ボラス、スパイフォルム、すぐ後ろ内からはフリーダムクライ、その外からキングズシアター、その後ろにエルナンド、これに続いてマーケットブースター、そして大きく離れてデルニエランプルール。この位置です。大きく離れました。アラビアエリート、そして大きく離れてミスティーハッピー。この位置です。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ブロードメーカー先手を取りました。大きく離れました。チェリーパーティー、赤の帽子、ミュージックシンデレラ、その後ろステージチャンプ、好位をキープ。これに続くのがカーネギー、大きく離れました。ノースウォード、その隣にボラス、これに続いてキングズシアター、ピンクの帽子、スパイフォルム、その後ろ少し離れてフリーダムクライ、続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。チェリーパーティー、ここで先頭が入れ替わりました。ステージチャンプ、チェリーパーティー、2番手に控えました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ステージチャンプ先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 ステージチャンプ先頭だ。残り 100m、 ステージチャンプ粘る。キングズシアター、かわす。外から一気にエルナンド、キングズシアター、キングズシアター、1着、2着にはどうやらエルナンド。勝ったのはキングズシアター、見事な勝利です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは栄シャトーフラワーブリーズ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく栄シャトー行きました。続いて前へ行くのはフラワーブリーズ、さらにはクリアスティーナ、2番アサヒランサー、その後ろもう一度先頭から。先手を取ったのは栄シャトー、その外からイエロードライバー、並んで10番、プリティスルー、その外からクリアスティーナ。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭からヒカリルーファス、先手を取りました。並んで3番、栄シャトー、その外にプリティスルー、さらにはデセウスフリーゼ、並んで2番、アサヒランサー、その外からイエロードライバー、その外にカリスタジュリー。フラワーブリーズそのうちに続いています。内からはムーンダーリー、その隣にアイアンクラフト、その横にサーストンアリーナ、コンサートボーイ、すぐ後ろカワチシュール、後ろからしんがりからバンダイバック。各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてヒカリルーファス、栄シャトーほとんど差がありません。プリティスルー3番手、カワチシュール、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ヒカリルーファス先頭、差はほとんどありません。2番手はコンサートボーイ、あと 200m、 ヒカリルーファス先頭だ。残り 100m、 コンサートボーイ抜けた。ヒカリルーファス追いすがります。コンサートボーイ、コンサートボーイ1着、
2着にはどうやら光ルーファス、見事に中央の強豪を退けました。コンサートボーイ、この馬は強い。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭はレギュラーウォール、レギュラーウォール先頭、2番手は織姫アップ、クリスタルニンファ抜けた、レギュラーウォール追いすがります。一気にレギュラーウォール、クリスタルニンファ、クリスタルニンファ1着、2着にはどうやらレギュラーウォール、見事に勝ちました。クリスタルニンファ、レギュラーウォール2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭は東証フェノマ、東証フェノマ先頭、東証フェノマ先頭、イブキニュースター食らいつく、やはり強い。東証フェノマ、東証フェノマ、東証フェノマ1着、2着にはどうやらイブキニュースター、東証フェノマ見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってガラントバック、ガラントバック先頭、2番手はレイズボックス追いすがります。あと 200m、 ガラントバック先頭だ、ガラントバック先頭、ビッグ勝利食らいつく、ガラントバック先頭だ、ガラントバック、ガラントバック1着、2着にはどうやらビッグ勝利、見事に勝ちました。ガラントバック、河内トリビュート敗れました。これは掲示板までです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立ったリバーガール、残り 100m、 リバーガール粘り込みを図ります。一気に八島ソブリン、リバーガール大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。
俺は際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。